皆さんこんにちは、まなみです。今回は伊勢半のキスミーから新しいブランドベース&シーが出て、ノーファンデシカベースメイクの商品が3つ発売されたので、その中から2つレビューしていきたいと思います。まずこちらのキスミーベース&シースキンバリアプライマー01番ナチュラル SPF26PA2+ なんですけれども、こちらは後でご紹介するこのプレストパウダーと同じような説明が書いてあったんですけれども、ツボクサエキスをはじめとした天然由来の美容液成分を配合、独自のエッセンシカ処方美容液成分×凹凸フラットパウダーが気になる毛穴凹凸を整え、メイクアップ効果で滑らかな肌に仕上げ、さらに皮脂吸着パウダーが過剰な皮脂を吸着してテカリ化粧崩れを防ぎ、美しい仕上がりをキープしますという風に書いてありました。ツボクサエキスヒアルロン酸植物性セラミドが入っていて、皮膚刺激テスト、アレルギーテスト、あとノンコメドジェニックテスト済みだそうです。で、無香料で紫外線吸収剤フリーになっています。で、こちらはキスミベース&シースキンバリアパウダー01番ナチュラルベージュ SPF20PA2+ なんですが、こちらはノーファンデの肌も一塗りでふんわりカバーし、メイクアップ効果で毛穴レス肌に仕上げるプレストタイプのフェイスパウダーです。ツボクサエキスをはじめとした天然由来の美容液成分を配合、エアリーな軽いつけ心地で肌の潤いを保ち、乾燥などの外的要因から守りますというふうに説明が書いてありました。はい、ということで塗っているところをご覧いただくんですが、毛穴ニキビをアップでお見せしていきますので、ご覧の際はご注意ください。まずはスキンバリアプライマーから塗っていきます。凹凸補正と書いてあったので固めのテクスチャーを想像していたんですが、みずみずしくて伸ばしやすかったです。毛穴をがっつり埋めてくれるというわけではなくて、肌のトーンをアップしてくれて毛穴の黒ずみが薄くなる程度でした。保湿感もあるのでサラサラになるというわけではなかったです。それではスキンバリアパウダーを塗っていきます。パフは分厚くて肌触りも悪くないかなっていう感じで、痛くはなかったです。このパウダー塗った瞬間サラサラになるんですが、ちょっと塗りすぎると乾燥してしまうかもしれません。ただファンデーションではなくてプレストパウダーなのでカバー力はほとんどないんですけれども、確かに毛穴を目立たせなくしてくれる効果はありました。ただ黒ずみやニキビをカバーしてくれるわけではなかったです。画面越しだと結構カバーされているように見えているかもしれないんですけど、実際はすっぴんよりちょっと肌が綺麗に見えるっていうくらいで、開いている毛穴は埋められなくて、肌の赤みだったり毛穴の黒ずみ、ニキビなどはかなり透けていました。なので家族と出かけるくらいだったらこれでもいいんですけど、その他のシーンでは私はちょっと使いづらいかなと思いました。塗り終わった後の肌はこんな感じです。パウダーのおかげで毛穴がぼかされていますよね。すっぴんよりはかなり肌が綺麗に見えています。それでは7時間検証していきたいと思います。こちら3時間後の動画です。おでこは触ると少ししっとりしていましたが、その他はまだサラサラのままで全く変わっていませんでした。こちら5時間後の動画です。ちょっとツヤ感は増してきたと思います。頬と鼻もしっとりしてきました。ただリキッドファンデーションとかと比べると変化は少なかったです。こちら7時間後の動画です。おでこと頬は触ってみると皮脂が出てきてペタッとしていて、鼻はプツプツ皮脂が出てきていました。見た目的には塗った直後のパサッと感がなくなってツヤっとしていたので、よりナチュラルに見えていたかと思います。
それではメイク直しをするので、まずティッシュで皮脂を取っていきます。これはファンデーションではないので、ヨレとか毛穴落ちがなくて、メイク直しはものすごく簡単でした。上から重ねてもそこまでパサッとせずに塗り直せたのも良かったです。メイク直しが終わりました。ほとんど塗った直後と変わらないですよね。メイク直しをすることで崩れて汚くなってしまうということもなかったです。それではマスクを4時間ほど着用した日の動画をご覧ください。同様に下地を塗っていくんですが、この日はスポンジを使ってみました。スポンジだと楽に塗り広げられてよかったです。おでこや顎などは手で塗ってみたんですけど、スポンジで塗った方が簡単に塗れますし、時短にもなりました。ただこの塗り方だと日焼け止め効果は落ちてしまうみたいです。それではプレストパウダーを塗っていきます。で、雑談なんですけど、 Netflix で韓国のキングダムっていうドラマを今出ているシーズン2まで全て見たんですが、結構面白かったのでおすすめです。ゾンビが出てくるドラマなんですけど、そこまで怖くないので見やすかったです。もっと語りたいんですけど時間がないので、ぜひ気になった方は調べてみてください。はい、塗り終わりました。おでこはこんな感じで、頬はまだいいんですけど、鼻の大きい毛穴とかはやはり結構目立っているんですよね。埋められないなっていう感じです。こちら4時間後の動画です。マスクには結構色がついていて、頬とか赤みが増していたので、パウダーは少し取れたのかなっていう感じです。この後ももう少しつけていたんですけど、かなりパウダーが取れてすっぴんに近い感じになっていました。ただ崩れ方はかなり綺麗で、毛穴落ちはなかったです。このファンデーションの長所は何といっても肌負担のなさ、かつすっぴんよりも少し綺麗な肌に仕上げてくれるところ、あとはメイク直しをしやすくて、マスク着用時に毛穴落ちがなかったのも良かったです。ただ私にはカバー力が物足りなかったので、使えるシーンは限られそうかなっていう感じはしました。はい、それではここまでご覧くださりありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。